丹前の図。北川紀僧町類樹金星風俗誌、元名森貞満万光より、丹前とは、厚く、綿を入れた、防寒用の日本式の上着。うんほとも言う。長着の一種。当初は旗本に仕える、使用人の旗本奴たちの間で流行し、これが、一般にも広まった。丹前は、綿の入った土寺の長着で、布地は派手な島柄のものが多く、 これを丹前島という。また、厚手のウール生地で作られた中綿の入っていないものもある。なお、綿入れ番店は、羽織風の腰あたりまでの上着であるが、地方によってはこれを丹前あるいはドテラと呼ぶこともある。日本の東北地方、北海道地方では、買巻のことを丹前と呼ぶ。丹前の原型は、吉原の有名な遊女だった、勝山の衣装にあるという。 勝山は、元は、江戸神田の風呂屋のユナだったが、この風呂屋は、堀田五神の下屋敷の前にあったことから、丹前風呂と呼ばれていた。勝山ゆかりの丹前風呂ではユナたちが勝山に、あやがってよく似たい服を身につけていたが、そこに通い詰めた旗本奴たちがそれによく似たものを着て、風流を競ったので、丹前が巡り回って、衣服の一種の名となったという。こうした旗本奴や、 後には胸郭などが派手な島柄の丹前に広幅の丹前体をだらしなく締めて着流したのが丹前風でこれが一種の流行になった。胸郭を歌舞伎の舞台でよく務めた役者が多門昭左門であり彼は当時流行していたこの丹前姿で六方を踏んで悠々と花道を出入りしたことから絶大な人気を得た。この丹前六方にあやかって丹前を着流して 支中を悠然とカ歩する者が後を絶たなかったので、彼らのことも単然と呼んだ。ありがとうございます。